皆さんこんにちは、パズチャージの聖書通読ができるようになりました。U バージョンのアプリを、クリックしていただいて、そこからここのインフォメーションのところを押していただいて、イベントをクリックしていただきます。そうすると、新発見のイベントでロケーションをクリックしている人はこのままパズチャージに出てきます。もしここで出てこない人たちはサーチをしてもらって、ここでパーズスペースチャージですね、クリックしていただいてサーチをします。そうすると一番上の方に出てくるところをクリックしてもらって、でこれがパズチャージの聖書通読の箇所になります。でこのイベントを保存してもらって、で保存されたら一旦、戻ります。で聖書通読のとこもう一回押してもらって、この一番初めの画面になった時に、もう一度ここの箇所を押してもらってイベントを押してもらって、で、保存したイベントここをクリックすると一番上に出てきますので、ここから、毎回見ることができるようになります。これがパズチャージの、ジャーナリングができる、サーチ方法ですので、ぜひやってください。